これどうなっちゃうんだろう本当僕わかんないです。えー、キジュンさん、おはようございます。えー、団体戦に出られるのって、個人戦にもノミネートされている選手じゃないんですかえっとね、これについては僕わかんないです。うん。もしも個人戦にノミネートされている選手だと仮定したら、やばいですよ。かなりやばい。うん。 あのシルバコアとかテルスワとか出れな、個人戦にも出れなくなったっていうことかな。うん。でも、その個人戦に,、えー、には、一応まあ21日間でこう間に合うとしてですね、21日間の隔離で、その後間に合うとしてもですね、まあ、団体戦には間に合わないんですよ。うん。でも、団体戦と個人戦両方とも、 えー、出,ない出ないといけないということだとしたらですね、一体全体どうなっちゃうのかということです。まさか、団体戦にロシアは2人ともなしということになるのかなまさかそんなことになりませんよね。うん。だからまあ、特例として、もし本当にダメだった場合は、まあ、リーザとかコストルダアとか、えー、他の選手が出場してくるっていう可能性も、 なきにしもあらずかなっていうふうに思うんですけど、そんなことが果たしてあるのかどうか、う全く分かりません。もう全く分からないです。はい。えー、としたら、団体戦は他の選手でっていうのは NG なような、そうですね、もし本当に、えー、これが、あの、そうだと仮定した場合は NG になっちゃいますよね。うん。じゃあ一体どうなるのか。ロシア二人、えー、会いちゃうのか。 うん、諦めてワクチン打つしかないのではでね、これなんですけど、えー、っと問題があって、まず18歳未満の、えー、選手は、ロシアではワクチンをなんか打ってないみたいなことが、打ってはいけないのかなちょっと分かりませんけど、まあ、なんかいろんな指針があって、なんかそういう感じになってるっぽいっていうのが1つ。で、2つ目はですね、もし仮に今、 ワクチンを打ったとしても間に合わない可能性あるんですようんまあ多分だから23回ちゃんと接種していないと証明ができないっていうことですよ多分ねだとしたら1回だけワクチンを打ったところでその証明書がもらえるのかどうかそれがちょっとよくわかんないんですよもしも1回だけではだめだった場合あの連続してブスブスブスって、ね、注射打って 打つわけにいけませんからねそんな、そんなのはいけませんので、だからどう、どうなっちゃうんだろう、もしも1回だけでいいんだったら、た、まあ、多分大丈夫だと思うんですよ。諦めて打つというかね。まあ、諦めても何も、えー、打つことができなかったとっいう状況の可能性もあるので、ロシアの場合は。まあ、そこら辺もちょっとよくわ分からないんですけども、まあ、本人たちが拒否している可能性もあるし、でも、ワリエワ・トゥルソワ・シルバコは3人がみんなワクチンを打ってないというのは、 ちょっと驚きましたね、うんえー。一般人だったらいいんですが、まああの、ロシアの選手たちということなんで、ちょっと、え、座ったんだっていう感じがありました。ちょっと意外性があったんで、はい、まあ、そういった感じなんですけど、どうなっちゃうのか、本当分かんないです。うん、はい、えー。ですよね、さん。よろしくお願いします。こんにちは。えー、私の MVP はエカテリナです。あ これはヨーロッパ選手権ですね。僕もすごく良かったと思います。彼女、これ、ポーランドの選手なんですけど、まあ、ロシアにこう、目が向くし、あとヘンドリクスとかにも目が向くんですけど、このポーランドのエカテリナっていう選手、本当に良かったんですよ。いい演技もしましたしね。えー、ジャンプも決まりましたし、えー、彼女だけ他の競技をしているように思いました。えー、この子は本当にスケートが好きなんだなと思います。僕もね、本当にそう思いました。同じですね。うん。 明るいし、えー、音楽はこれ、チャーリー・チャップリンの、ね、曲をフリーステーティングで使ってました。うんえー、ステートが好きなんだなと思いました。キャラもいいよねそう。キャラクターもね、とてもいいですね。キッスクライの、えー、表情が非常に明るくていいので、まああのー、多分オリンピックも出てくると思うんですけど、彼女、注目の選手になるかなと思いますね。はい。 まあ完璧な演技をしたとしても点数が伸びにくいっていうところがまだあるんですけど、まあそんなところは置いといて、本当にスケートのなんか楽しく滑ってるっていうのがね、伝わるのですごくいいと思いますね。はい。あ、で、これ HTTP、えー、貼ってくださいました。うん。はい。えー、欧州選手権についてでしたけども、F 順さんよろしくお願いします。えー、これシェルバコア VS リーザ、これね、 そうなんですよ。僕もびっくりしてるんですよ。うん。まあ、シェルバーコアは欧州選手権で銀メダルをもっと取ったから、もう間違いなくシェルバーコアが行くんじゃないかなと思ってたんですけど、シェルバーコア vs リーザー議論されているようでびっくりです。リーザーを団体派遣してほしいと前コメントしたものです、えー。僕もね、これいいと思うんですよねあの。いい案だと思うんですよ。でも、もしかすると、だから先ほど言ったように、えー 個人戦にノミネートしていないと、いる選手から選ばれるんじゃないかなということが本当だとしたらですね、もう一体全体どうなっちゃうのか分かんないんで、まあ、かなりカオスなんですけど、あまり関係ないんですが、この前の欧州選手権としてレバカは2007年の浅田真央選手の、えー、グランプリファイナル2位,2位の幻想卒業力を思い出しました、えー。ショートプログラムでトリプルルッツを飛び損ねて、えー、最下位。 6位スタートからのフリーでトリプルアクセル、えー、2種類の3回転3回転、トリプルフリップとトリプルトーループ、トリプルフリップ、トリプルループを決めて追い上げました。えー、シェルボコアは魔王好きのようなのでマオちゃんで、マオファンとしては、欧州並み以上の痺れる演技みたいです。ということですね。2007年の幻想卒業力、グランプリファン、ああ、なんかちょっと覚えてるようで、覚えてないようでっていう感じなんですけど、 えー、うん。はい。だからどうなっちゃうんだろう。シルバーコア、リーザー。はい。そして、ここは大輔さん、よろしくお願いします。えー、女子の、えっと、代表をエテリチームで締めることをよく思わない派が、シルバーコアになるのを反対しているのかなと思ってしまいました。まあ、その可能性もありますし、純粋にリーザーのファンがかなり多いので、まあ、あの、よあのロシア選手権の時も、 えー、リーザの応援は本当にね、たくさんありましたからね、拍手が。えー、ロシアの女子はエテリが一人勝ちっていうイメージがありますから、ロシアの代表選考会議は今日行われますので、表向きは男子も女子も、あ今日ですね、なるほど。ってことは、緊張の瞬間ですね。はい。どうなっちゃうんだろう。うん、個人的にはもうシェルバコウで決まるんじゃないかなと思うんですけど、ただ、団体戦ですよね。本当に訳が分からん。 っていう感じになってます表向きは男子も女子もペアもアイスダンスも、えー、代表候補は選手本人に事前に通達はされますが正式な発表なのか、えー、補欠なのかはまだ決まっていないのです。しかしワリエワちゃんとトゥルソワちゃんが昨日オリンピック代表になれて嬉しいってあっそうなんだなるほど <laughs> 言っちゃったんですね。うんでも 割りエオってる様はね、もう誰がね、あの何を叫ぼうがな,なると思うので、別にこれはね、あの、なんか、そんな感じですよね。うん。ってことはもう、本人たちに伝わってるっていうことですね。とても正直ですね、と。これ、日本だったらないですよね、こういうことね。うん。日本人は、こういうふうなことは絶対に明るさまにしたいと思うんで、すごい、こう、なんか、そう、なんか、正直な,なんか感じが、正直というか、うん。 あります、ねまあ僕は何度も言いますが4枠あればなっていうのはこれは全日本の時もありましたけどねはいでえっとそうですねだ,だからまあ今日ね行われるということでまあ決まったらまたねお話ししていこうかなと思っておりますはいでは四大陸選手権見ていきましょうえー、カナダイカナダイ